はい、皆さんこんにちは。園芸チャンネルのゆうきです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、チューリップの植え付けについて話をしていきたいと思います。今日は10月の6日です。だいぶですね、気温も下がってきたんですけども、今の時期チューリップを買ってすぐに植え付けをしてしまいますと、春にうまくですね、花が咲かない場合がある可能性が非常に高いです。今回はですね、チューリップを10月上旬に植えると失敗する理由など、チューリップの植え付け時期のタイミングに関する動画を撮っていきたいと思います。今回の動画を最後まで見ていただければ、チューリップの植え付け時期がバッチリわかるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速今日もやっていきましょう。はい、ということで今回はですね、チューリップの植え付け時期のポイントについて話をしていきたいと思います。やっぱしですね、3月とか4月に咲いてくるチューリップを見て春だなと感じる方も多いかと思います。春の花壇を彩るですね、花の代表格がチューリップだと思います。そんなチューリップですね、せっかく植え付けをしても植え付けのポイントをですね、しっかり理解しておかないと失敗するケースが多いかと思います。私も今回ね、こちらチューリップをホームセンターで買ってきました。今回はちょっとこんなおしゃれなね、チューリップを買ってきたんですけども、どうしてもですね、9月の下旬ぐらいからですね、ホームセンターとか園芸店さんでチューリップの球根が並んでるのを見てしまうと、もうですね、植え付けをしないといけないと思ってすぐに植え付けをされる方が多いかもしれません。特に初心者の方だったら間違いなく多いかと思います。ただですね、地域によっては9月の下旬、10月に植え付けをしてしまうと球根が腐ってしまう病気になるリスクがとても高いです。で、今回はですね、大きく3つについて話をしていきたいと思います。まず1つ目が、10月の上旬にチューリップを植え付けするデメリットについて話をしていきたいと思います。2つ目がですね、球根を買った後の植え付けまでの保存の仕方についてお話をしていきたいと思います。で、3つ目が、じゃあ実際の植え付けのタイミングがいつなのかというところをですね、実際に実験のデータをホームページから検索してきましたので、そのデータをもとに話をしていけたらと思います。では早速1つ目からやっていこうと思います。園芸チャンネル。じゃあ1つ目のですね、チューリップの球根を10月の上旬に植えるデメリットについて話をしていきたいと思います。冒頭でお伝えしたように、9月の下旬ぐらいからホームセンターにチューリップの球根が並んだりします。やっぱし並んでいるとですね、もう植え付けの時期だと思って植え付けされる方も多くいらっしゃるかと思いますし、早くね、球根買っておかないといい球根がやっぱしなくなっちゃいますよね。特に人気の球根なんかすぐになくなっちゃうかと思いますので、早く買わないといけないと思って買ってすぐ植えたりしてしまうと、地域によっては失敗するリスクがあります。そのまず1つ目のデメリットとしては、やはりですね、まだですね、気温が10月の上旬だと九州とか西日本だと30度以上、最高気温がいって、夜温も20度を超えて25度などのところもあったりする可能性もあります。そうなってしまうと、10月の上旬に植えてしまった球根がですね、根は出るんですけども、まだ暑くてですね、腐敗病という球根が腐ってしまうリスクがとても高くなって、せっかく植えたのに春にですね、あれ、チューリップの球根を植えたはずなのに芽が出てこないというようなですね、ことが起こったりしてしまう可能性が高いです。これは一番のですね、デメリットになります。デメリットの2つ目、チューリップ自体はですね、低温に当たって葉っぱが出てきて花芽が出てきますので、早く植え付けをしてもですね、低温に当たらないと根っこは出てくるんですけども、上の地上部、葉っぱとかは春にならないとできません。なので10月の上旬に植えても11月の上旬に植えてもですね、基本的には栽培する、育てる期間が長くなるだけで、特に初心者の方だと植え付けしたら水をたくさん与えた方がですね、成長が良くなるんだなと思って毎日水をやってしまったりする可能性があったりしますし、そうなってしまうと余計にですね、球根が水分過多で腐る原因になってしまいます。なおかつずっとですね、地面に入った状態でその期間が長くなるだけなので、早く植えてもですね、
一つもいいことがないのがですね、10月の上旬に植えるデメリットの二つ目になるかと思います。やはりですね、そういった病気になったりとか、地面に出ない期間がただ長くなるだけというですね、デメリットがありますので、やっぱり早く植えたからといって、チューリップの花が早く楽しめるというわけではありませんので、そういった点を覚えてもらえたら嬉しいです。植え研チャンネル。では、二つ目のですね、実際の植え付けするまでの球根の管理の仕方について話をしていきたいと思います。やはりですね、球根自体が9月の下旬ぐらいからホームセンターとかお店では販売されています。まだですね、実際の植え付け時期はないので、だいたい植え付けの時期がこの鳥取県とかだったらおそらく11月の上旬ぐらいになるので、だいたい1ヶ月ぐらい早くですね、球根を買わないといい球根がなくなってしまいますので、球根を買った後、球根を植え付けするまで保存をしておかないといけません。その時ですね、ちゃんと保存しておかないと、球根自体が腐ってしまったりとか、根っこがね、できて、球根の根が動いてしまったりして弱ってしまう可能性もありますので、ちゃんとですね、保存をしておくのがとても大事になってきます。じゃあ、保存のですね、管理のポイントなんですけども、もう基本的にはですね、通気性、風通しがいい部屋の日陰のところに置いてあげるだけでいいかと思います。やはりですね、水が当たるようなところに置いてしまうと、根っこがね、動いてしまう原因になりますし、直射日光が当たるようなところにずっと置いておくと、球根の水分がですね、抜けてしまって、球根自体がミイラのような状態になってきてしまいますので、実際に植え付けするときにですね、球根が弱ってしまいます。なので、そういったですね、水が当たらない、直射日光が当たらないところを日陰でですね、風通しがいいところに置いてさえあげればですね、問題なく植え付けまで管理ができるかと思いますので、そういったところに保存をしていただけたらいいのかなと思います。エンディングチャンネル。ではですね、一番大事な、じゃあ植え付け時期の見極めるポイント3つ目について話をしていきたいと思います。やっぱり、ね、植え付けのタイミングは気温によって変わっていきます。大雑把に言えば、だいたい北海道とか東北、寒い地域の方が早く植え付けが可能です。で、徐々にですね、暖かい地域になればなるほど遅くなっていきます。だいたい北海道とか東北がですね、だいたい9月の下旬ぐらいから10月の上旬ぐらいからもう植え付けしても大丈夫ですよというですね、まあ気温が低いので、その地域だとですね、今からでも植え付けは可能です。ただそれが、本州下がってきて関東とか近畿とかそういったところになればですね、まだまだ暖かいので、11月の、上旬とかそういった時がね、目安になってきますし、九州とか本当に暖かい地域だとですね、まあ、11月の中下旬などがですね、実際には植え付けをする、ね、時期になってくるのかなと思います。でですね、いろいろとインターネットとか調べているとですね、目安としてですね、分かりやすい表現があったので、それをですね、引用したいと思うんですけども、大体その地域で紅葉が始まった時期のあたりがですね、植え付けのポイントだというですね、記事が結構ありましたし、そういったのを目安にされるのもいいのかなと思います。ただですね、もっと詳しく知りたいという方はですね、インターネットを調べたら実験をされているデータがありましたので、それを今から話をしていきたいと思います。実際にこちらですね、実験のデータをですね、こちらコピーしてきました。こちらですね、実験されたのが富山県の農業技術センターで実験をされました。ちょっと豆知識なんですけども、富山県は日本のチューリップの球根の生産量が日本一の県になります。なのでですね、チューリップ球根を販売しますので、こういった植え付け時期がですね、見余ってしまって、その球根自体が腐れてしまって、翌年球根が取れなかったら産地としてはうまく成り立っていかないので、こういった富山県の農業技術センターなどが実験されているデータが公開されてましたので、このデータのですね、ことについて話をしていきたいと思います。結論から言うとですね、やっぱし球根を植え付けした時の地温、地中の温度が高いとですね、球根が腐れる腐敗病が起こる確率が多くなるというですね、結果が出ています。じゃあそのボーダーラインは何度かなっていうところをこのデータでね、出されてまして、それがですね、目安が地温が15度以下になるっていうのがね、大事になってきます。なので目安としたら最低気温が10度以下ぐらいになればですね、日中の気温が多分25度以下になって、地温もそこまで暖かくならないので、まあいいのかなと。地中の温度をなかなか測ることはできないので、そんな形で最低気温を目安としてだいたい10度ぐらいになっていればですね、いいのかなと。で、厳密に言えばですね、地温を測って15度以下のなればですね、ここにね、ちょっとデータを出していますけども、こんな感じで10度、15度、20度、25度っていうね、地温を設定して、実際に
その腐敗病が出るかどうかの実験データがね、こう出てるかと思うんですけども、やっぱし25度であればですね、もう28日後にはですね、15球ずつね、調査されているデータなんですけども、15球がすべてね、腐敗病にかかってます。で、20度で、そうですね、28日に、後にですね、球根、約ですね、3分の2ぐらいのですね、球根が腐敗病にかかってます。で、15度の地温になると、腐敗病になっているのは0個になります。なので、地温が15度以下であれば、まあ、この実験データだけだと全ては言えないんですけども、腐敗病になる確率が下がって、春にですね、球根がうまく咲いてくれるっていうですね、目安になるかと思います。なので、先ほど冒頭言ったように、10月の上旬だと、本州とか九州であれば、まだまだ暑いです。最高気温30度、最低気温が20度であれば、間違いなく地温も20度以上なっている場合が非常に高い確率がありますので、なので、やっぱしですね、植え付けをしても、こんな形でですね、腐ってしまって、翌年咲かないっていうことがね、起きる可能性があるかと思いますので、チューリップの球根を植え付けするときにはですね、地温が大事なんだなっていうのを覚えていただいたら、とても植え付けするときのポイントになるかと思いますので、いいのかなと思います。園芸チャンネル。はい、ということで今回は、チューリップの球根の植え付け時期について話をしていました。いくら9月の下旬、10月にホームセンターとか園芸店さんでチューリップの球根が売ってあったとしても、地域によってはまだですね、球根を植え付けする時期ではないですよと覚えてもらえたらとても嬉しいです。やっぱし大事なのは球根を植え付けする時の気温でしたり、一番大事なのが球根を植え付けする時の地温、地中の温度によって球根が腐りやすかったりしますので、そういったことがあるんだなと、特に初心者の方はですね、覚えてもらえたらとても嬉しいです。今回の動画を見ていただいて、いいねと思われた方は、ぜひ高評価お願いします。ゆうきの園芸チャンネルでは、植物に関するいろんな動画をアップしていますので、チャンネル登録がまだで、園芸ガーデニングが好きな方は、ぜひチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。今日はこれでおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。また見てください。バイバイ。